皆さんご存知、メッサーシュミット262メッサーシュミット262は第二次世界大戦中にドイツによって開発されたジェット戦闘機でした。 世界初の運用可能なジェット動力戦闘機であり、戦闘機、爆撃機、偵察機など、様々な役割で使用されました。メッサーシュミット262の最高速度は約時速 870km、540マイル毎時で、当時のどのプロペラ駆動航空機よりもはるかに高速でした。 その速度と機動性は戦闘において大きな利点をもたらしましたが、その比較的短い航続距離と限られたペイロード容量は爆撃機としての有効性を制限しました。メッサーシュミット262は高速迎撃機の要求に応えて開発され、最初のプロトタイプは1941年に飛行しました。 メッサーシュミット262の戦闘機型は、4門の 30mmMK108 機関砲を装備し、最大24機の 55mmR4M ロケットを搭載することができました。しかし、エンジンの信頼性の問題や前輪の問題など、様々な技術的問題により開発が遅れました。 これらの問題にもかかわらず、メッサーシュミット262は1944年にドイツ空軍に配備され、連合軍の航空機に対する迎撃任務に奮闘しました。メッサーシュミット262は、ドイツの資源欠乏のため、わずか1430機程度しか生産されませんでした。 メッサーシュミット262は、当時としては非常に先進的な航空機であり、ジェット推進の航空機の開発における重要なマイルストーンでした。その性能と技術の進歩は、将来のジェット戦闘機の開発の道を開き、多くの後続する航空機の設計に影響を与えました。 ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。